はい、皆さんこんにちは。テントの春日です。今週のテント第32回目ということで、今回は何をやるかと言いますと、今回はですね、なんかテントとかでよくね、みんながスクラッチ作ってて、あれなんか動かないぞっていうような例があるんですけど、まあ、それのどんな例かっていう紹介と、それの解決方法をなんか今日は紹介していこうかと思います。それで早速説明というか紹介していくんですが、そのあれがですね、今ここにブロックが出てるんですが、この辺りのブロック使った時によく起こることなんですが、ちょっと試しにその例の何ですか、プログラム作ってみましょうかね。まあ、よくある旗を押した時になんか猫が行き来するようなプログラムがありますね。まず10歩動かしてずっと動いて、まあ端についたら跳ね返ると。で、これが跳ね返っちゃう、なんかひっくり返っちゃうから、こう回転方法を左右の波にすると。で、仕上げと、まあこういう風に動きますね。はい、それでじゃあそこから、まあね、なんか猫を走らせたいみたいな、次のコスチュームにしてあげるっていう風に、まあこういうプログラム作ったりすると思うんですが、なんかね、この時に人によって音を鳴らしたいって言って、このニャーっていう音があるんですけど、この音を鳴らしたいって言って、じゃあこのブロック、さっきのずっとの中入れようみたいな感じで入れて、なんかコード作ったりすると思うんですけど、これをした時にね、あれさっきまで猫すごいね、忙しく手足動かしてたのに、なんか急に遅くなっちゃったぞみたいなっていうようなことが起きたりするんですね。それとか、あとは何ですか、こっちの方でこういう1秒でどこかの場所へ行くってブロックがあるんですが、まあずっと1秒のでどこかの場所へ行くと、こういう風にこういう動きになって、今1秒かけてどこかの場所へ行くんですけど、じゃあその時になんか猫が走ってるように見せたいっていう時に、ここに次のコスチュームにするって入れると、あれ猫なんか走らない、なんか猫時々手足動くけど、なんか全然走ってる感じしないなっていうような、こういうことが起きるわけです。はい、っていう時に、これがまず何で起きてるかっていうのを説明するんですが、この1秒でどこかの場所へ行くとか、まあ、1秒待つとか、2秒考えると、こういう、まあ、何秒かけてとか、それからこの終わるまでニャーの音を鳴らすみたいな、こういうブロックがあるんですが、これらのブロックって何ですか、このブロックの命令が、終わるまで次の命令、次のブロックへ、移動というか実行が移らないんですね。なので、そのスクラッチって基本的にプログラムが順番に動いていて、さっき最初に作ったプログラムですと、こういう、こんな感じでしたかね。で、すると、このプログラムって、まあ、旗を押してから、この上から順番に実行されていくので、次に回転方法を左右のみ、まあ、回転の仕方、猫が、ね、こうやって向きがぐるぐる変わったとしても、猫は左右にしか向かないみたいなのを決めますね。それから、90にしときましょうか。はい。それから、その回転方法を決めてから、この繰り返しが次行われていくわけなんですが、まず次のコスチューム、猫のコスチュームがなんか手足が動く。コスチュームが切り替わるわけですね。そこから10歩動いて、端についたかな、跳ね返る必要あるかなっていうのを確認します。で、繰り返しなので、また上に戻って、また見た目が変わって、10歩動いて、端についたかな、どうかなっていうのを繰り返すみたいな感じで、上から順番に実行されてるんですね。なんですが、ここにさっきのように終わるまでニャーの音を鳴らすっていうのを入れてしまうと、このニャーの音を鳴らすっていうのは、これがこのブロックの文字通り、終わるまでこのニャーの音を鳴らすわけですね、このブロックで。なので、その間、この鳴り終わるまでがですね、ここのブロックで命令が止まってしまうわけです。なので、はい、にゃーっていう音が鳴り終わるまで次のコスチュームに切り替わらず、10本も動かずみたいな感じになってしまうので、さっきみたいに、これがない時にはこうやって、せわしなく動いていた猫が、これを入れた途端にね、ゆっくりになってしまう、というようなことが起きてしまいます。それからね、他の、さっきのこの1秒でどこかの場所へ行くというブロックも、この1秒かけての移動が終わるまでは、次のコスチュームにするというのが実行されないわけですね。なので、なんかね、あれさっきと動きが違うなみたいな、そういうことが起きてしまっていたわけです。じゃあこれを解決するにはどうしたらいいかというとですね、じゃあまずこの例を解決しましょうか。
今この1秒でどこかの場所へ行くというところでブロックが止まってしまっているんで、これをどうするかというと、今この旗が押された時にずっとというような仕組み構造があるんですけども、これをもう一つ作ってあげます。なのでもう一つ作ってあげて、でこの1秒でどこかの場所へ行って止まってしまってる間にも動かしたいプログラムがあるわけですね。さっきで言うとこの次のコスチュームにするというブロックです。なのでこれを何ですか、こっちで止まらないこっちの方へ動かしてあげるんですね。こうしてあげると旗を押した時に1秒かけてどこかの場所へ行くんですが、ちゃんと猫はせわしなく動いてるみたいな感じになるんですね。それからさっきのなんかニャーニャー鳴らしてた、どういう風でしたっけ、次のコスチュームにして終わるまで鳴らすみたいな、このまんまだとこういう動きになってしまうんですが、この場合にはですね、この何ですか、次のコスチュームにすると10分動かすと、もし端についたら跳ね返るっていうのは止まらずに動いてほしいので、まあこれをこっちに入れてもいいですし、まああるいはこの終わるまでっていう方をむしろ外側に出してあげるという、そういうようなことをしてあげると、こうやってにゃーってちゃんと鳴きながら猫はせわしなく動くみたいな感じになります。はい。でなんでこれで解決するかなんですけども、この今ブロックの塊が2つあるわけですね。じゃあこっち、あ、黄色だった、黄色じゃなくて分かりやすい色、これがいいですかね。じゃあこっちのブロックの塊を1としましょうか。それからこっちのブロックの塊を2とするんですが、この旗が押された時にですね、この1と2のブロック両方とも同時に動き出します。それでさっき言った通り、このニャーの音を鳴らすっていう時に、ここのブロックはですね、このブロックはここで何ですかね、処理というかが止まってしまうんですが、はい。ですがもう一つね、今こっちとは別に1の方で動いてるプログラムがあるんですけど、こっちはこっちに関係なく止まらないんですね。なのでこっちが2の方が途中でね、処理が止まってしまっても1の方は動き続けているので、このように猫が、はい、にゃーと出てもこっちが止まってないので、猫は足を動かし続けるみたいな感じになるんですね。なので他にもなんか何ですかね、例えばなんかこういう1秒でどこかの場所へ行くと、なんか当たり判定とかですね、なんか当たったらゲームオーバーみたいな、そういうのを入れてる場合に、なんかあれ当たってるはずなのに全然ゲームオーバーにならない、なんでだろうみたいな、そういうケースとかもあったりするんですけど、そういう時にも、はい、この1秒でどこかの場所へ行くっていうところで処理が止まってるので当たり判定が動いてないとか、そういうことがあるんですね。なのでそういう場合にはこうやって何ですか、こうやってこの旗が押された時とずっとっていうような、まあ、他の場合もあるかもしれませんが、こういうふうに何て言うんですか、ブロックの塊を分けてあげるっていうことをしてあげると解決する場合があると思うので、まあ、今回、はい、動画短めですけどもここまでとなります。なので、もしよければね、なんか今までこうやって動かしたかったけどうまくいかなかったなって時に、もしかしたらこれで解決できるかもしれないので、ぜひなんか自分で作品を作ってる時にこのブロックを分けて作ってあげるというようなことを使ってみてください。はい、では、ここまで動画のご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったと思う方がいたら高評価を押していただけると嬉しいです。それから、この動画を投稿しているテントチャンネルの方も、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら、バイバイ。